現在の建物。バスセンターが入居するビルには、追手」という名称が付けられている。旧唐津大手口バスセンター。唐津大手口バスセンターは、佐賀県唐津市南上内にある昭和自動車のバスターミナルである。バスの車内放送では、大手口とだけ案内される。唐津市中心部の大手口に位置する。昭和バスの唐津地区の路線の運行上の拠点となっており、 同社の一般路線バス、高速バス路線が発着する。かつて、西鉄バスや西越バス、長崎県営バスなどが、東バスセンターに発着していた時期もあったが、路線廃止や運行撤退により、現在は、唐津市内発着のすべての高速、特急バスが、昭和バスによる単独運行となったため、東ターミナルには、昭和バスのみ発着する。 約400メートル離れた JR 唐津駅北口にも唐津駅バス停があるが発着する路線は唐津市内の近距離路線と呼ぶ小方面域の一部のみで本数も少なく鉄道からバスに乗り換える利用者の多くが東バスセンターで乗り換える唐津市の中心市街地活性化を目的としてそれまでの大手口バスセンターを隣接する舞鶴百貨店に閉店 規模縮小して100メートルほど東に移転などとともに解体し、跡地に再開発ビル、大手口センタービルを建設し、同ビルの1階にバスセンターを新設することとなった。旧バスセンターは2010年2月中旬から解体し、大手口センタービルは2011年10月18日に落成式を行い、10月20日より店舗の営業を開始、バスセンター機能は、 同年12月11日より運用開始した主な路線のみ掲載。区間便や経由違いの路線の詳細は昭和自動車の項目を参照。ありがとうございます。